皆さんこんにちは。マリサです。霊夢です。今回の動画は、ウルトラマンのラスボス昭和編を紹介していくぜ。ラスボスイコール最強のイメージがあるけどどうなのかしら。確かに以前紹介した怪獣も含まれてるけど、どうだろうな。最強じゃない怪獣もいるの？昭和のラスボスは、ラスボスイコール最強の図式がなかったんだ。でも逆に気になるわね。特撮が大好きなんだよチャンネル。まず1体目のラスボス怪獣は、やはりと言うべきか、ゼットン。ウルトラマン最終回に登場したぜ。この怪獣は以前にも紹介したわね。そうだな、以前にも紹介したことになるんだが。何かしら？ウルトラ界隈では有名なんだが、アルファベット最後の文字の Z の文字と、ひらがなの最後の文字、を合成させてゼットンとネーミングされたんだぜ。なかなか直球的で、でも少しひねったいネーミングセンスよね。確かにな。そして初代ゼットンは初めてウルトラマンを倒した怪獣でも有名だぜ。その後どうなったんだっけ？ウルトラマンの放ったスペシウム光線を吸収、反射してウルトラマンを倒したんだけど、ペンシル爆弾という兵器でゼットンを粉々にしたんだぜ。以前にも言ったけど、ウルトラマンが倒される前にそれで援護してやればよかったんじゃないの？よく言われる話ではあるな。おそらく、試作品ということとゼットンへの効果が未知数だったことで、使いづらかったんじゃないかなと思うぜ。なんだか他にも理由はありそうだわね。ゼットンは別動画でも紹介してるからよろしくだぜ。2体目のラスボス怪獣はファンドン。ウルトラセブンの最終回に登場した怪獣だ。合体怪獣大集合パート2で、ゼッファンドンと紹介したけどそのファンドン？そのファンドンだぜ。はるかにゼッファンドンの方がかっこいいわね。なんだか鼻先ガニに見えてきたわ。美味しそうね。食べ物じゃないからな。ところでこいつ目はないの？すごく見えにくいんだけど、くちばしのすぐ上に目が2つあるから、合計4つの目があるんだぜ。見渡し良さそうね。攻撃はどうやってするの？頭に2つある口から火炎放射を放つんだぜ。大岩を武器にしたり、アイスラッガーを叩き落として踏みつけて使用不能にしたり、アイスラッガーを受け止めたり知能も高いんだぜ。基本戦術は接近戦を主体としたパワーファイトだな。この鼻先ガニにはどうやって勝ったの？実は、ファンドンとの戦いではセブンは体調不良だったんだ。疲労？そうなんだ。ファンドンが地球に侵入してきた時、通信に出たのが体調を悪くしていたセブンで、ウルトラ警備隊は初動対応が遅れたんだ。それってヤバいんじゃない？すごくヤバい。体調不良のセブンと戦うが、ボロボロのセブンはコンディションが最悪でエネリウム光線はまともに打てず、格闘すらもできない状態だったんだ。頼みの綱のアイスラッガーは脳波コントロールできず、手持ち武器として使うんだけど落としてしまい、ファンドンに踏まれるといったありさまで、とても相手にならず圧倒されてしまうんだぜ。さすがのセブンも、これじゃあ、戦いはウルトラホーク3号に撹乱された隙を突かれて、セブンに手足を切断されて、ファンドンが敗退したんだ。だが、ただでは終わらないんだぜ。同時に深刻なダメージを受けたセブンは、再起不能寸前に追い込まれるんだ。体調悪い時は休まないと。でもファンドンも敗退したんじゃないの？敗退はしたんだけど、ゴース星人に回収されてギフと義足が移植され、改造ファンドンが再出現するんだぜ。余計なことするのね。ゴース星人。戦いは改造ファンドンが優位に立ち、セブンのアイスラッガーを受け止めて投げ返そうとするんだぜ。だが、グラタの攻撃によって一瞬ひるみ、その間にセブンは体勢を整えたんだ。ファンドンはとどめを刺すべくアイスラッガーを投げようとするんだが、セブンの超能力によってアイスラッガーを反射されて、首を落とされて敗北したんだぜ。残酷な終わり方するのね。でも少し疑問に思ったんだけど、セブンが体調不良じゃなかったらもしかしてすんなり勝てたんじゃない？確かにそういう意見もあるんだけど、アイスラッガーを受け止めて投げ返したのは、ファンドンが初めてだからすんなりとはいかないんじゃないかな？ラスボスだけのことはあるってことね。3体目のラスボス怪獣はゼットン2代目。帰ってきたウルトラマンの最終回に登場した怪獣だぜ。あら、ゼットンはもう紹介したけど？確かに初代ゼットンは紹介したけど、2代目は別個体で少し違うんだ。何が違うの？まずバット星人が操っていることと、見た目が違うところだな。確かゼットン星人が操っていたわね。あと見た目が、なんかブヨブヨしてない？ナマコみたいな。今日の霊夢は海鮮物例えなのな。ナマコポン酢美味しいよねー。美味しいよなー。って違う、次行くぞ。2代目は設定上では強いはずだったけど、作中ではジャックにボコボコにされるんだぜ。というか初代ゼットンをより強化させたのに弱いの？2代目ゼットンは強化らしい強化はしているけど、攻撃力全振りで初代のみしか倒せていないんだ。
ってことは、最初から初代ゼットンのみでよくない？ウルトラマンも進化してるのが現実なんだぜ。以前紹介したチート怪獣のハイパーゼットンは、ウルトラマンを倒してなかったよね？倒してないな。というか能力がチートでも勝ててないのが現状なんだぜ。2番戦時はやはりダメなのね。4体目のラスボス怪獣はジャンボキング。ウルトラマンエースの最終回に登場した怪獣だぜ。ジャンボキングって、合体怪獣大集合で出てきたやつよね。そうだぜ。最強鳥獣って肩書きなのに、あっさり倒されてしまったやつよね。ちょっとかわいそうだからあんまりいじるんじゃない。エースキラーやブラックピジョンの方が強かったのでは？と言われてるやつよね。霊夢って意外と傷えぐってくタイプなんだな。さらにそれから十数年後には、ウルトラ兄弟をまとめて相手にしても、逆に圧倒するほどの戦闘能力を持つ、ニューキラーザウルスが登場したことで、公式でも最強の鳥獣の座を奪われてしまっている感じがあるやつよね。もうやめてやってくれ。ちょっと面白くなっちゃって。でもなんで最強鳥獣っていう肩書きが微妙に見える原因になったんだろう？一説には月中に初登場して、ジャンボキングに効果がなかった上に、破壊されたタック最後の新兵器は、細胞分解ミサイルとの名称だが、正真正銘のレーザー砲台、ガマスを一度倒した RX ミサイルや、ホタルンガを戦意喪失させた V7 ミサイル、ガスゲゴンをコッパみじんにしたタックルファルコンの機種レーザー砲、鬼デビルに大ダメージを与えたゴールデンコークなどの実績を上げた兵器がある中、初投入の新兵器がカマセイヌとなったのも、肩書きを微妙なものにした一因なのかもしれないな。確かに新兵器にしてはあっけなくバリアーされていたものね。前も言ったがもう少し見どころを作ってほしかったぜ。5体目のラスボス怪獣はサメクジラ、バルキー星人。ウルトラマン太郎最終回に登場した怪獣なんだぜ。バルキー星人？このサメクジラはバルキー星人が送り込んできたバルキー星に生息する怪獣なんだぜ。バルキー星人が送り込んできたってことはそれなりに強いんでしょうね。それがそうでもないんだぜ。え、弱いの？まあ、その話をする前にサメクジラの特徴を話しておくぜ。武器は鋭利な角と背びれで、タンカーを切断する威力があるんだ。また、背中のイボは猛毒を含んでいるんだぜ。タンカーを切断する威力って相当なものよね。それに猛毒って当たったらひとたまりもないわね。でもサメクジラって名前だけあって海中じゃないとダメなんじゃないの？いや、陸上でも活動は可能なんだ。が、直立歩行はできず、這いずり回って動くしかできないため、非常にトロいんだぜ。ああ、それを聞いただけでなんとなく展開の想像ができたわ。そうだな。一応説明だけしておくが、太郎の下宿先の父親が船長を務める船や、先行する船舶を沈めて暴れ回っていたが、恩人を殺された怒りに燃える太郎には歯が立たず、角をへし折られてボコボコ。バルキー星人も加わるが、ザットの攻撃でほとんど何もできず、サメクジラはストリウム光線であっさりと倒されたんだぜ。やっぱり。そしてバルキー星人も、ウルトラバッジをウルトラの母に返却したことで変身できなくなった太郎を翻弄して襲いかかったが、コンビナートの石油を浴びせられて火だるまになって倒されるという、前代未聞の情けない最後を遂げるんだぜ。本当に情けない終わり方ね。なんでバルキー星人もサメクジラを陸上で戦わせたんだろう？本来の住処である水中で太郎と戦わせてたらもっと激しい戦闘ができていたはずなのに。確かにそうだな。本領を発揮できなかった上に視聴者から最弱の楽園を押されてしまった。ある意味で被害者とも言える怪獣だな。今回はちょっと同情してあげるわ。なんでいつも上から目線なの？6体目のラスボス怪獣はブラックエンド。ウルトラマンレオの最終回に登場した怪獣なんだぜ。お、名前一丁前、にしてもテントウムシみたいな可愛さがあるわね。可愛さがあるのは模様だけで、能力はなかなかで、口から放つ高熱火炎でスマグマ。しかも尻尾は打撃はもちろん、レーダーとしても使えるんだぜ。なかなかやるわね。円盤携帯時は宇宙空間をマッハ 6.5 で移動できるし、地中では時速80キロで進むことができるぜ。ただブラックエンドは策略を張り巡らしたり、特殊能力で圧倒したりと、円盤生物の中で腕っぷしが一番強いとは言われてるけど実際は雑魚だったぜ。雑魚なの？この子雑魚なの？地面に潜り込み、東京各地で大地震を起こし、レオをおびき寄せ、正面でレオと戦いブラックエンドボッコボコ。マジで弱すぎて草。他の円盤生物は浮遊能力や飛行能力を駆使し、レオの不得意な空中戦などで追い込んだりしていたが、ブラックエンドは地上戦メインの突っ込みタイプで、ただのカモだったと言われているぜ。結局ラスボスなのにラスボス感ないのね。7体目のラスボス怪獣はマクダター。
ザ・ウルトラマン最終回に登場した怪獣だぜ。次はエリマキトカゲみたいなのが登場ね。こいつはヘラー軍団が処刑用に飼っている怪獣で、ゴリラ並みの低知能、どう猛、短気。まさに三重苦だぜ。顔もブサイクだから四重苦じゃね。そこまで言ってやらないでくれ。もうマクダターの HP はゼロだぜ。じゃあいいところ教えてよ。死に様が綺麗だったぐらいだぜ。いいところなのかわからない。実はいいところあんまりなくて、能力も両腕の鍵爪で怪力で何でも引き裂き、長い尻尾で叩きつけるぐらいしかないんだぜ。え、戦いでのいいとこないの？最初はウルトラマンジョーニアスに一進一退の攻防戦を繰り広げてたけど、ジョーニアスの仲間であるロトとエレクが参戦して、ジョーニアス優勢になったんだぜ。数的不利とかもうかわいそう。最後は空中に投げ出せられて、ジョーニアスのプラニウム光線を受けて大爆発したんだぜ。死に様が綺麗っていうのは？空中に投げ出せられた時、イナバウアーのような形になって芸術的な最後で幕を下ろしたんだぜ。マクダターだけに幕を下ろすとはうまいわねマリサ。次行くぞー。最後のラスボス怪獣はマーボドン。ウルトラマン AT の最終回に登場した怪獣だぜ。見た目はマンモスと雪男を掛け合わせたみたいね。確かにそうだな。見た目同様攻撃も、全身から冷凍ガスを発し、九州南ばらしを一瞬で氷漬けにしたスティファフロアの他に、地上を滑空しての体当たり攻撃などを得意としているんだ。やっぱり氷タイプだったわね。ぽっ、モンでもいるわよね、こんなやつ。さてはレイム、ぽっ、モントレーナーだな。そうよ、自粛中はずっとぽっ、モンかどう、ぽっ、の森よ、暇だったんだなぁ。マーボドンは基本的に熱エネルギーを吸収してしまう特性から、熱を使った攻撃は通用しなくて、UGM のミサイル攻撃を受けた際にも発生した火花を吸収して無効化してしまったが、その分、体は低温のために脆く物理的な衝撃に弱いという弱点があるんだぜ。物理的な攻撃に弱いのは致命的ね。致命的すぎるんだぜ。その弱点を突かれて、UGM のジャイアントボール作戦によって、全身に冷凍液をかけられて、氷漬けになって動きを閉じ込められてしまったところへ、巨大鉄球の一撃を打ち込まれ、粉々に砕け散り絶命したんだぜ。やっぱり弱点を見せたらダメなのよ。すぐにやられちゃうんだから。弱点がないとそれは本当のチートだからな。私は弱点がない人になりたいわ。無理無理。今回はラスボス8体を紹介したぜ。ラスボスだからって絶対に強いってわけじゃなかったわね。確かにそうだな。弱すぎて物足りないやつとか。それはそれで面白かったわ。また平成編も紹介予定だから、楽しみにしててくれよな。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくだぜ。それじゃあまた次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。